ティリアムマーテックチャレンジをご視聴いただきありがとうございます本ビデオではティリアムとセールスフォースマーケティングクラウドのジャーニービルダーの連携によりリアルタイムなクロスチャネルマーケティングを可能にする方法についてご紹介いたします私はティリアムジャパンでソリューションコンサルタントを務めております小川と申しますよろしくお願いいたします この2つのシステムの連携により Telium の持つリアルタイムなユーザーへのアプローチと Journey ーービルダーのクロスチャネルなメッセージ配信の機能が共に実現可能になりますこのスライドは Telium と Salesforce マーケティングクラウドが互いにどのように連携するかを示した図となります Telium はあらゆるデバイスおよびデータソースの情報を データレイヤーという形で整理しユーザーのデータを統合およびエンリッチメントすることでオーディエンス情報を作成しますこのようにして作成されたオーディエンス情報はセールスソースマーケティングクラウドコネクターを通じてジャーニーのエントリーソースとして登録されますジャーニービルダーではエントリーしたオーディエンスに対してあらゆるチャンネルでアプローチすることができます メールの開封やクリックなどのユーザーのエンゲージメント情報は CSV ファイルという形で Salesforce Marketing Cloud 内の FTP サーバーに取得することができます。これを Telium のオムニチャンネルインポート機能を使用してユーザーのエンゲージメント情報を再度 Telium に取り込むことができます。次にそれぞれのシステムにおける設定手順をご案内します。 マーケティングクラウド側ではまずはじめにユニバーサルデータハブ変数の値を格納しジャーニーのエントリーに使用するためのデータエクセンションの作成を行います2番目にコンタクトビルダーでデータエクセンションを募集団に登録しジャーニー分岐のフィルター条件で使用できるようにします3つ目にジャーニービルダーを使用してカスタマージャーニーを構築し クロスチャネルの配信しないよう有効化します最後にエンゲージメント結果を CSV ファイルで FTP サーバーに取得するためのデータ出力の定義を行います Telium Universal Data Hub では初めにユニバーサルデータハブ変数の定義を行いますこれによりユーザーの行動をもとに属性値の取得が可能になり この値をもとにオーディエンスが作成されます。2番目に Salesforce マーケティングクラウドコネクタの構成を行い API ユーザーによる認証情報の登録を行います。3つ目にこのコネクターに対するアクションの設定を行います。今回はユニバーサルデータハブ変数の値をデータエクセンションの列名へマッピングするための設定を行います。最後に オムニチャネルインポート設定を行い、Salesforce マーケティングクラウド FTP サーバーのファイルを取り込むための設定を行います。それでは実際の設定画面をご覧いただきたいと思います。Salesforce マーケティングクラウドのデータエクセンションで、Journey ーービルダーエントリー用のデータエクセンションを作成します。このフィールドは、 ーアムユニバーサルデータハブの属性をキャプチャーするためのフィールドが定義されています。次に、コンタクトビルダーよりデータデザイナーの募集団のページをクリックします。ここで先ほど登録したデータエクステンションがコンタクトキーと紐づ付いていることを確認します。この場合は、E メールアドレスと連絡先レコードのコンタクトキーが紐づ付いています。 また、ジャーニービルダーの設定画面では、先ほどのデータエクセンションがエントリーオーディエンスとして設定されており、オーディエンスに対するジャーニーが以下のように設定されていることを確認します。また、ジャーニーの中で送付された E メールの開封を取得するためのデータエクセンションを作っておきます。このデータエクセンションをデータエクセンションの抽出機能により、 また、取得されたファイルをファイル転送により、FTP サーバーに取得するための設定もしておきます。次に t e l m Universal Data Hub 側の設定をご覧いただきます。強化・属性のメニューより、Android ファンなどの属性があらかじめ登録されていることを確認します。 また、属性に加え、オーディエンスの作成も行い、コネクタを通じたユーザー情報の連携を可能にします。ここでは、ニュースレーターサブスクライバーという新しいオーディエンスを定義します。次に、コネクタの設定画面では、Salesforce Marketing Cloud コネクタに対して API ユーザーの認証情報が登録されていることを確認します。アクションタブでは、 データエクセンションの更新のためのアクションを定義します。ソースにはユニバーサルデータハブ上のオーディエンスニュースレターサブスクライバーを指定します。データ拡張子にはジャーニービルダーのエントリーソースとして使用するデータエクセンション名を指定します。主記列データ列を追加の欄ではユニバーサルデータハブ上の属性およびデータエクセンションのフィールド名をマッピングします。 最後に、オムニチャンネルのメニューより、Salesforce Marketing Cloud の FTP サーバーからファイルを取り込むための設定を行います。設定タブでは、ホスト名、ユーザー名などの FTP 接続に必要な認証情報を登録します。定義のタブでは、ファイルのプレフィックスおよびファイルに存在するフィールド名を登録します。これにより、オムニチャンネル属性が設定されます。 それでは実際にサイト上からニュースレターの購読を行ってみます。アプリのダウンロードリンクより Android と電話番号を指定します。またその上でメーリングリストへの登録を行います。Salesforce Marketing Cloud の画面を確認すると、データエクセンションにレコードが登録され、フィールドの値に ユニバーーサルデータハブのの属性の値が反映されていることを確認します。また、ジャーニービルダーの画面で、オーディエンスが実際にジャーニーにエントリーしていることを確認します。さらに、ジャーニー履歴より、このユーザーに対して、アンドロイドユーザー向けのメールが配信されていることを確認します。また、メール以外にも 電話番号を利用して、SMS の配信などを行うことにより、クロスチャネルでのジャーニーを実現することができます。また、メールを開封したユーザーを抽出し、ファイル出力により、FTP サーバーに出力する流れを自動化することができます。このプログラムの実行により、メールの開封状況など、ジャーニーに対するユーザーのエンゲージメント情報がファイル出力されます。 この FTP サーバー上の CSV ファイルの取り込み結果は Telium のオミニチャネルステータスチェッカーというツールを使って確認することができます。今回のファイルはステータスチェッカーより実際に取り込みが行われていることを確認いたします。以上が Telium と Journey ビ l d ダーの連携方法のご紹介となります。ご清聴ありがとうございました。